皆さんおはようございます。東京の頭痛専門整体克美カイロ整体院の本谷克美です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、久しぶりにですね症例の報告をしたいと思いますね。今日は2020年の17日ですね。ちょっと時計つけました、ね、7月17日になりますね。で今日のですね患者さんはですね葛飾区からお越しの方になりますね。50代の女性です。この方ですね15年前から梅雨の時天気が悪い日に頭痛に悩まされています。生理が来る2日前にもひどい頭痛が起きて仕事も手につきません。現在飲んでる薬がイブです。平均睡眠時間がね、7時間から8時間ということになってますね。ちなみに当院の、知ったきっかけはインスタだそうです。インスタでね、見つけていただいたそうですね。で、症状を見ますと、特にですね、頭痛はそうですけど、そっか、足のむくみ、足の冷えですね。あと生理痛がやっぱりひどいということですね。で、あと問診させて、ね、もらった結果ですね、ご本人はあまり意識していないんですが、これちょっとね個人情報になっちゃうんで名前とかは見せられないんですけど、症状から見るに胃腸が怪しい、胃腸とそれから肝臓もいまいち、一番不安なのが腎臓になってますね。腎臓ですね。で、この腎臓っていうのはこの頭痛のね、整体やるのにあたって非常に本当に大事なところ、一番治さなきゃいけないっていうぐらいのところなんですね。で、皆さんよくね血流が悪いとかいろいろ言われるんですけど、あの血流が悪いってそもそも何なのって話ですね。で、いくら揉んだりとかね、やったとしても元々血流が悪いから血流悪い元から治せばいいってなると何やるかって言ったら、これは内臓系やればいいですね。で、特に腎臓っていうのはあのおしっこを作るとかですね、それこそ普段取ってる水分とかね、お水を、腎臓でこう、腎臓と およそのね横にこうやってあるんですけど、腎臓で、ろ過されて体に必要なものは血管に戻して血液になる、いらないものはおしっこになるわけですね。その腎臓くんが例えば水分が取りすぎたりとか、逆に飲まなすぎ、それから冷たいものを飲みすぎ、というのが続くと腎臓くんがとても疲れてしまう。その結果腎臓が腫れて血流が悪くなるということで、いくらね、頭痛だ、肩揉んで楽になりましたって言っても、そもそもこの腎臓を治さなかったら、全然良くならないですもんね。ということですね、今日の、症例は、この50代のね、女性のね、お話でした。今日2回目、明日ね、土曜日に2回目いらっしゃるのでね、これでまた整体やってみて、検証してみたいと思います。以上ですね、今日の症例は、葛飾区からお住まいの50代女性ですね。15年前からの頭痛と生理の時の頭痛でお悩みという、ね、女性でした。はい、であさってね、整体やってみて結果を報告してみたいと思います。ありがとうございました。